俺との？あ、気づいた。今日は何の日か知ってますか？もうそんな意地悪はいらないです。今日は私たちが付き合い始めた日です。アレドナがあちら側の世界からこちらに来て、私と出会って、アレドナが告白してくれた日じゃないですか。え？よく覚えてるなって私は大切な日はしっかりと覚えているんです。それに比べて俺殿は、もう少し記念日を大切にしてほしいです。いくらエルフが優しいからって怒っちゃいますよ。もうそれはそうと、ここに住み始めて結構経つんじゃないですか。いろいろありましたね。そういえば、私が里帰りしてるとき、何をなさってたんですか？いえいえ、寂しかったかなーって思いまして。寂しくなかったって、もう、本当に怒りますよ。私がいない間、ご飯とかお掃除とか大丈夫でしたか？あ、結構汚れてる。ちょっと掃除しますね。洗面台も汚れてるなぁ。さては俺殿、全く掃除してない。はぁ、仕方ない。これも私の務め。頑張ってお掃除していっぱい俺殿に褒めてもらおうっと。まずは拭き掃除をって、あれ、これなんだろう。俺殿ってこんな化粧水使ってたっけ？それになんだかどことなく女の子の匂いがする。もしかして？ってさすがに歯ブラシは二つないですね。なんだ、気のせいでしたか。ん？これはエルフの里で人気の美肌パックの残骸？え？これを俺殿は使っているの？ちょっと本人に聞いてみよう。ねえ、俺殿、その俺殿って美容に気を使ったりしてるの？
え？してないって。じゃあ美容パックとかも使ってないよね。うんって。そうなんだ。でもね、洗面所に美容パックの残骸があったよ。これはどういうことなの？ねえ、俺だな。私たちもうすぐ結婚するんだよね。そうだよね。なのに私がいない間、他の女と会ったりしてないよね。そうだよね、会ってないよね。会ってないのに、会ってないのにどうして。女性ものの美容パックが洗面所に落ちてたのかな。私の見間違いかな。それとも、ああ、これは夢なんだ。きっとさ、そうや。俺殿が私を裏切って他の女を家にあげたりしない。そうや、私の良くないところだわ。勝手に人を疑って。え？どうしたの？顔が青ざめているけど、もしかして俺殿、他の女を家にあげたの？そうだの？ねえ、ちゃんと言ってよ。ああ、そうなんだ。家にあげちゃったんだ。私がいない隙に、他の女とこの家で仲良く過ごしていたんだ。私をたぶらかして。許さない。ねえ、どうして他の女を連れ込んだのか言ってよ。ねえ、固まってないで反応しなさいよ。あ、そっか、確信犯だったんだ。ずっと前から会ってたんだ。だから弁明もしないんだね。そっか、私だけ浮かれちゃって、勝手に先走って結婚の妄想とかしちゃって。なんだかバカみたいだね。ごめんね。でも私悪くないよね。ねえ、ちゃんとこっちを向いて。他の女と遊んでいるとき、どんな気持ちだったの？私と婚約までしておいて、他の女と遊ぶのはどんな気持ち？
楽しかった？そう。それは良かったね。あ、そうだ。お礼殿は私に黙って他の女の子と遊んでいたんだから、私はあれだのに押し焼きをしないといけないよね。どんな押し焼きがいいかな。包丁を使った方がいいかな。それともロープでぐるぐる巻きにして、この部屋に閉じ込めて他の女に助けを求めるとか。あ、そうだ。他の女をおびき寄せて、私が包丁でやっつけるのはどうかな。ね、いいよね。とっても素敵な女と思うの。俺殿はどう思う？やっぱり婚約者だから、何事もしっかり話し合って決めたいじゃない？え？勘弁してくださいって。どうしてどうして？どうして俺殿が謝るの？これから私が謝らなくちゃいけなくなるのに。謝るのはこっちだよ。あれだなな、大切な女の子を傷つけてしまって本当にごめんなさい。それじゃあその女に助けを呼んで。しっかりとその目に焼き付けるんだよ。あれだな。最後までご視聴ありがとうございました。評価、グッドボタン、チャンネル登録、通知、コメントをよろしくお願いします。ツイッターもやってるので、フォローもよろしくね。それでは、おつだらー。